それではチェーンカップオータムフェスティバル2020団体戦上位トーナメントの決勝戦を行います。よろしくお願いいたします。さて、この男子ダブルスは審判台に向かって左側がメジャー花金松本逸樹選手と林大輝選手です。松本逸樹選手は兵庫県出身、近畿大学卒業、インターネットキングスベスト8、ダブルスベスト3チームに、そして林大輝選手は同じく兵庫県出身、関西大学の出身です。インターネットキングスベスト3チームに、ダブルスベスト8の実績を持ちです。一方、審判台に向かって右側チーム5、右側が村上選手、大阪府出身、全日本選手権シングルス出場の経験、インターハイではシングルスベスト8、インターハイダブルスベスト4、そして手前側が高根直樹選手、兵庫県の出身、西宮防衛高校の卒業、全日本ジュニア自動車ファイターダブルスベスト8の実績を持ちです。さあ、そしてダブルスだけどパーフェクションになりました。おめでとう。早速記憶も出ましたね。
強烈なストレート。タイの間を抜いていきました。40-50。松本選手の方は豪快すぎましたね。そうですね。松本選手の方は本当に速いですね。コートを切り裂くようなフォアハンドでした。切り裂いております。そうですね。打ち込んでいくと。嬉しいさを見せまして。
ストレートまで届かない。じゃあ、川崎。フォーティーランからフォーティーサーティーまで追いかけましたが、第2ゲーム。で、じゃあ、川崎のレイジ、その回を追加。じゃあ、川崎、松本、林ペアがゲームしています。アンデレカップ、スルランです。ピンポン、坂根テスト。
15-something。40-30。これで 40-30。
ーティー。すごいですね。はい。
さあ、というコースでスマッシュになりました。さあ、ここでありがとうございます。
っています。15-30デサイディングポイント。さあ、ここでデサイディングポイントですから、ゲームポイントでもありマッチポイント、しかも団体戦の決勝ですからチャンピオンシップポイントにもなります。Yeah.
30-15。このゲームディサイディングポイントリターナーは坂根選手が選びました。本当に10ポイント、そしてブレイクポイントネットサービス。さあここで代表名称のサインです。はい、
ていますチームと。Oh.
成功。ここはフォアのフォアではなく、ボールを選択しました、この選手。マッチポイントをしのいで、これで6ボール、再びエンドが変わります。さあ、大変な試合になってきました。ありがとうございました。